はい、皆さんこんにちは。今日はですね、大きな伊勢海老をいただいたので、さばいていこうと思います。この伊勢海老なんですけど、重さが 1.7 キロあります。このね、北斗の一升瓶とほぼ同じ大きさです。この一升瓶ぐらいの太さのある伊勢海老を早速さばいてですね、食べようと思います。わ、超でけえ。これ横だったよね。いや、まだ全然動画みたいに、あ、撮れた撮れた。すげえ、めっちゃ綺麗に撮れた。身が、おーおーおー、めっちゃ生きてる。怖っ。なんで、もう絶命してるはずなのに動くの。よっしゃー、よし、じゃじゃーん、結構大きいね。塩をつけます。あ、めっちゃつけすぎた。はい、できたよ。こんぐらいでいいの？大体でこのこんぐらい。こんぐらいじゃないけ。このグリルで、両面焼きのグリルなんですけど、このグリルでですね、エビマヨを焼いていこうと思います。これって何なの？これ？うん、これ何系？何系？これ何回か食べれる？うん、これ2回目。2回目ここは今朝使った。あ、そうなんだ。ちぎって、どう思う？見てん。あ、おいしそう。もいいよ。いいよね。うん、このトングを使ってですね、取っていきます。わー、いい感じ。おいしそう。すげー、わー、おいしそう。わー、味噌汁もおいしそう。今味噌入れてんの。うん、わー、すげー、うまそう。すごいな、本当に。私も食べるかな。私も食べるかもね。一つで汁だからね。汁だから3000円はいかないんじゃない。でも頭入ってるよ。すごい身が入ってるよ。で、豆腐入り一回お湯ですればいいんだろうけど。うん、はい、一升瓶のデカさの伊勢海老料理が完成しました。わーい、わーい、パチパチパチ。はい、この2つがですね、子供たち用で、あとこれがですね、足のグループが嫁さんが食べるやつで、僕は豆腐入りですね。で、こんな感じでさばくことができたので、今からみんなで食べたいと思います。それではいただきます。なんで笑ってんの？
Thank you.